岡山県岡山市にあります日本三大名園の一つ後楽園です。河合その子さんは倉敷市民会館でコンサートを終えられまして、ちょうど桜が満開のこの後楽園に駆けつけていただきました。なんて綺麗なんでしょうか。こんばんは河合さん。こんばんは。ねえ、こんな桜ご覧になったことありますか。ね、ちょうど満開でね、今満開、はい、綺麗なところですけれども、まあ、さん、はい、実はですね、はい、独り立ちされた園子さんのこれからを占ってもらおうと思いましてね、はい、岡山名物の桜占いの先生に来ていただいております。そういう占い方法があるんですか。はい、さあ今ね、はい、園子ちゃんの運勢を占っていただいてますけれども、先生、これからの園子ちゃんはいかがなもんでございますかね。はい、彼女はね、成り行きに任して行って生活しておれば、周囲の引き立てによって素晴らしい大吉を得るでしょう。成り行きに任すね。そうですか。ご結婚の方も出ます。すぐご結婚。さあ、やはり二十歳でいらっしゃるんでちょっと気になると思いますので、その子ちゃんいくつぐらいで結婚したいですか。30歳までにお嫁に行けたらいいなと思います。さあどう出ますでしょうか。先生いかがでしょうか。はい、彼女はね、24歳で素晴らしい縁を得られます。それはそれはと言ってます。おめでとうございますかどうか分かりませんが、はい、先生、じゃあお歌の間に私のも結婚がこれからできるかどうか占っていただけるでしょうか。誠に申し訳ありません。かわいそうな子さんはちょっと、もうわがままなお願いで本当に、はい、いや、はい、今そこで占っていただきます。どうも本当に時間がかかるでしょうから申し訳ありませんね。お願いいたします。じゃあ歌の方よろしくお願いいたします。このところ花冷えが続いていました岡山地方ですけれども、今日の日中の最高気温は 21.8 度、この春一番の暖かさでした。満開の桜の下で歌っていただきましょう。今週第5位です。河合その子さん、青いスタスィオン。夏の前の淡い日差しが駅の方を私の結婚はできたでしょうか。無理なお願いいかがですか。はい、黒柳さんの結婚、はい、そうですね、彼女は、障害物等を取り除いたら素晴らしい。障害物を取り除いたらちゃんとできると。ありがとうございました。本当に無理なお願い、どうもということでございます。ありがとうどうもありがとうございました。